こんばんは、6時のニュースをお伝えします。千葉県流山市の老人ホームで2日、11歳の孫が秀逸な発言をしました。この日、孫は両親と一緒に老人ホームに入っている祖父に会いに行っていた模様。そこで母親が祖父の大好きなファンタの差し入れを渡した際、わしは死ぬ前に絶対ファンタを飲みたいと祖父が言ってるのを聞いた瞬間、すかさず孫がファイナルファンタジーとつぶやきました。これを聞いていた両親はあまりのうまさに思わず笑ってしまったそうですが、祖父はポカーンとしていたとのことです。続いてのニュースです。世界最大の飛行船エアランダー10の機体が、心の汚れている人が見るとあれに見えてしまうとネットで話題となっています。全長92メートル、全高26メートルという巨大な機体を持つ飛行船エアランダー10。一見ただの巨大な飛行船ですが、角度を変えてみたとき、心の汚れている人はあれに見えてしまうとのこと。別角度の画像をご覧ください。この画像があれに見えてしまう方は、もしかしたら心が汚れているのかもしれません。すみません。何見えてるんですか？あ、いやいや、すみません。福井アナの前では言えないので、すみません。大丈夫です。トンボの目？この心がお綺麗です。いや、本当にそのままにしていてください。そのままにしておいてください。気になる。以上、ニュースです。